こんばんは、つけ麺図の阿部ちゃんです。前回ね、リーダーがナイトルーティーンを動画にしたんですが、まあ、結構ね、好評で他の人もね、見たいということで、今回は、僕のナイトルーティーンを撮らさせていただくことになりました。タイトルにもね、ある通り晩酌ナイトルーティーンということで、まあつけ麺図でね、お酒といえばリーダーっていう印象が強いと思うんですが、まあ、実は僕もほぼ毎日お酒を飲んでます。今回ね、アラサー男子の晩酌ナイトルーティーンということで、本当にね、おっさんがダラダラしてる映像ですが、まあ、これを見ながらね、一緒にお酒でも飲んでくれたら嬉しいです。まあ、まずね、帰ってきたら、まあ、手洗いをうがいして座って、まあ、もうね、30分ぐらい携帯とかパソコンとかを見ながらダラダラしてるっていう感じですかね。まあこういうね、動画を撮るのが本当初めてなんで、どういう感じに喋ったらいいかわからないっていうのもあるんで、まあ、今回は、まあ、僕なりにね、まあ、副音声みたいな感じで撮らさせていただいてます。あ、そうです、知らない人も結構ねいるかもしれないですが、僕実はタバコ吸うんですよ。本当にリアルなナイトルーティーンということでね、まあもうタバコを吸ってる映像とかもねあるんですけど、もしね喫煙シーンが嫌だっていう人は、まあ、飛ばしてくれたら嬉しいです。まあ帰ってきたら椅子に座って落ち着いてタバコ吸うっていう感じです。で、まあ、30分ぐらいしたらもうね、速攻お風呂入ります。まあ、最近夏場ということでね、すぐ汗かくんで、基本帰ってきてちょっとダラダラしたらもうすぐお風呂に入るっていう感じですかね。ちなみに、まあ、お風呂はユニットバスでシャワーだけっていう感じですかね。もう浴槽に入ることはほぼないですね。たまに入るぐらいで、あ、もうパジャマに着替えました。これが俺の部屋着っていう感じです。よいしょ。で、まあお風呂に入ったら、まあ、化粧水、まあ、これはもう必ずつけてます。まあ使ってるのはもう適当ですね。特にこれがいいから使ってるとかではありません。で、髪の毛もね、一応トリートメント、洗い流さないトリートメント、もうこれも毎回、髪の毛が結構傷んでるっていうのもあるんで毎回やってます。ちなみにこのドライヤー、僕が中学生ぐらいから使ってるドライヤーで、もうかれこれ15年以上使ってますね。使いやすいってわけでもないんですけど、もう別に使えるからいいかなっていう感じでずっと使ってます。で、お風呂入って、まあ髪の毛とか乾かしたら、基本的には編集をします。ちなみにこの動画は一昨日ぐらいに上がったやつですかね。はい、編集がねある程度、まあ、終わったら、もうこっからは僕が一日を通して一番の幸せな時間です。まあ、晩酌ですね。基本的にお酒を飲むときはもうグラスに氷をパンパンに入れて飲みますね。で、氷は毎日作ってます。まあ、使った分をまた作るっていう感じです。で、おつまみはそんなに糖質が高くないものを食べてますね。今回はチーズとザーサイですかね、食べてます。で、このね、やっぱ最初の一口がやっぱ一番美味しいんですよね。この氷がねパンパンに入って冷えたお酒、
鍋がもう最高です。僕はこの宝のね焼酎ハイボールというのをね基本的には毎日、まあ、2本ぐらいですかね飲んでますね。このお酒が一番好きですね僕は。で今ねタバコ吸いながらお酒を飲んで、で YouTube のねコメントとかを見てます。本当にたくさんのねコメントをいただいて本当にありがとうございます。で今ね映画を見てます。今見てる映画はねバーレスクという映画ですね。ちなみに本当に映画を見ながらお酒を飲むっていう行為が本当に大好きで、これ以上ないぐらい僕の中では幸せな時間で、一人がとにかく好きで一人でお酒を飲むっていうことが本当に一番大好きなんですよね。だからあんまり居酒屋さんとかで大人数とかで飲みに行くっていうことはあんまりしないですね。ちなみにバーレスクという映画を、まあ、今回見たんですけど、クリスティーナ・アギレラが主演のミュージカル映画なんですけど、結構10年前ぐらいの映画なんですかね。内容は主演のねクリスティーナ・アギレラが中から出てきて、まあ、バーレスクというねショーとかをしながらお酒を飲めるみたいなお店に入って、まあ、そこからねなんだろうな華やかな人生になっていくという、まあ、サクセスストーリーみたいな、まあ、恋愛要素もあるっていう映画になってます。クリスティーナ・アギレラのね、まあ、歌声が本当にすごいです。ダンスもすごくて、ミュージカル映画の中では結構1位2位を争う、僕の中ではそれぐらい好きです。で、まあ、映画がだいたい2時間ぐらいですかね。まあ、だいたい僕も2時間ぐらいでこれ2本飲み終わるっていう感じです。で、まあ、使ったグラスとか箸とかは基本的にはその日に洗います。でね、最後まあ歯を磨きますね。この時間でもう12時半とかですかね。もう結構眠たいっていう時間帯ですね。はい、ということでね、もう寝ます。最後までご視聴ありがとうございました。